将来市図書館は、日本の兵庫県朝ご市が設置している、公立図書館組織である。2005年に、当時の長来軍4町が合併して、長来市が成立したことにより、旧和田山町立図書館を、本館、合併直前に開館した朝小森の図書館を、文館とする二館体制で発足した。谷町が設置していた図書室は、 育野町民図書室が図書館の配下とされた一方、山東公民館図書室は図書館組織への統合対象に含まれていない。ハリマ、田島地域の公立図書館で構成される万端図書館連絡協議会には、旧和田山町立図書館の時代から参加しているが、同協議会では参加感を置く、自治体の住民を対象とした広域貸し出しを実施しておらず、 隣接する市長の図書館、図書室と個別に協定を結ぶ形となっている。長来市立和田山図書館は、1995年8月1日に、当時の長来郡和田山町が、軍内初の常設型公立図書館として開館した、和田山町立図書館を前身とする。2005年4月1日に長来郡4町が、合併して、長来市が成立したことに伴い、 現名称となり、以降は新たに発足した朝越し図書館の本館と位置づけられている。鉄筋コンクリート構造の1階平屋建て、JR 山陰本線の和田山駅で下車、国道9号沿いに南東へ徒歩15分。市内には和田山図書館の他に一管理室が置かれているが、このうち三等公民館図書室は将来市図書館の配下となっていない。 朝ごもりの図書館は4丁合併直前の2005年3月13日、当時の町来町が進めていた、町立図書館の設置計画に基づき開館した。合併を目前に控えての開館となったため3週間ほどは、蔵書の貸し出しを行わず館内閲覧のみに止め、4月1日の合併当日より市民への貸し出しを開始した。地元産の木材を多用した一階平屋建てで、 生涯学習施設の朝子エコハウスが隣接している。行野の公民館に併設。山東公民館に併設。将来市図書館の配下となっておらず、図書館の蔵書検索対象には含まれない。将来市図書館では市民及び将来市への通勤、通学者のほか、隣接自治体を中心に個別協定を結び、広域貸し出しを実施している。このほか、赤石市にある、 兵庫県立図書館の蔵書もインターネットで予約して、本館カウンターでの受け取りが可能である。将来私立は大山図書館に関するカテゴリー、汗ごもりの図書館に関するカテゴリー。ありがとうございます。